無期限謹慎。先日千葉ロッテは禁止されていた部外者との会食を隠し、球団に虚偽報告をした清田育宏を無期限謹慎処分とすると発表。無期限謹慎は処分の程度で言うとちょうど真ん中の重さとなっており、ネット上では甘すぎる、引退しろといった厳しい意見も多く、この状況で果たして清田の復帰はいつになるのでしょうか。そこで一つの疑問が生じました。これまで無期限謹慎処分となった選手はその後どうなったのか。というわけで今回の動画はこれまで無期限謹慎処分を受けたプロ野球選手について紹介したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。紹介選手、今回は2010年以降に不祥事を起こしプロ野球の球団から無期限謹慎、あるいは無期限試合出場停止処分を受けた選手を8人紹介します。2012年西武相内の不祥事は学校側が無期限謹慎処分としたので今回は省いています。では参りましょう。西武涌井秀明、2012年5月18日発売の週刊誌フライデーでお相手のホステスが涌井のベッドでの行為や下ネタばかりの LINE を赤裸々に暴露、エースとしての品格を問題視した球団は5月22日涌井の出場選手登録を抹消、試合出場も禁止し事実上の無期謹慎を決めました。しかし当時涌井は独身、法に触れるような悪いことはしておらず個人的ではかわいそうやなと思いましたね。その後球団は6月16日涌井に厳重注意した上で処分解除を発表、謹慎期間は25日。その後は抑えとして活躍し13年オフに FA で千葉ロッテに移籍、19年オフには金銭トレードで楽天に移籍し両チームで最多勝を獲得しています。オリックス奥浪強、奥浪は2012年ドラフト6位でオリックスに入団、2017年シーズン中スピード違反で摘発され、5月17日より30日間の運転免許停止処分を受けました。ところが奥浪は球団にその旨を報告せず、免停期間中の5月22日にも自家用車を運転しオートバイと接触、乗員2人に軽傷を負わせました。この事態を重く見たオリックス球団は翌23日奥浪に対して無期限の謹慎処分を発表。野球の練習や合宿場からの外出を一切認めず、球団側はシーズン終了後の戦力外通告を予定していましたが、早く地元の広島で次の進路への準備に入りたいという奥浪本人の意向を受け、8月3日付で選手契約を解除しました。巨人川野元気、篠原慎平、川野元気は2009年育成ドラフト2位、篠原慎平は2014年育成ドラフト1位で共に巨人に入団。2人は2018年6月10日都内の飲食店の個室で知人の男女10人で会食をした際、その席で篠原は全裸になって踊り、同席した川野がスマートフォンで撮影、その映像を自身のインスタグラムにフォロワー限定で公開しました。この事態を受けて巨人は6月13日に両選手を謹慎とし、1月7日に今季中の期限を定めない出場停止と罰金を科したと発表。2人は猛省し8日からファーム練習に合流した後も球拾いや練習後のジャイアンツ球場周辺での清掃、ベンチの清掃などを積極的に行ったらしいです。そんな反省する態度が顕著に見られたことから、8月10日には出場停止処分が解除され実戦復帰を果たすも、10月26日に2人とも戦力外通告を告げられました。 DeNA 綾部翔、綾部は2015年ドラフト5位で横浜 DeNA に入団、2018年2月に結婚し7月には長女が誕生。しかし綾部の奥さんはこの時から綾部の言動に不信感を抱いていたらしく、確実な証拠をつかむため綾部のスマートフォンをチェックし不倫相手とのやり取りをゲット、週刊文春に告発しました。その内容はあまりにも衝撃的で、なんと18人の女性と不貞行為に及び、中には女子高生も含まれていたということで、神奈川県の青少年保護育成条例違反、児童売春ポルノ禁止法違反の疑いがあるとして神奈川県警に書類送検されました。これを受け DeNA 球団は綾部に対して無期限の自宅謹慎処分を発表。その後10月1日に綾部に対して戦力外を通告しました。西武相内誠、佐藤龍生、相内は2012年ドラフト2位、佐藤は2018年ドラフト7位で西武に入団。2020年新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から西武球団は全チーム関係者に自宅待機及び不要不急の外出禁止と定めていた最中の4月12日相内が同乗し、佐藤が運転した自動車が首都高トンネルを走っている時、制限速度60キロを89キロオーバーする149キロのスピードで走行していた事実が判明。
これを受け西武球団は佐藤と相内を無期限の対外試合出場禁止及びユニフォーム着用禁止の処分とすると発表。相内は仮球団の身だった2012年にも仮免許運転違反とスピード違反を起こし一時入団凍結。2014年には未成年飲酒喫煙で半年の対外出場試合停止処分を受けています。その後相内は11月3日に戦力外通告を受け、佐藤は12月31日付で処分が解除されました。佐藤は一生運転はしないとも語っており、当時乗っていた車はすでに売却済みとのことです。ロッテ、清田育博。清田は2010年ドラフト4位でロッテに入団。2021年1月のフライデーの記事で、新型コロナウイルス感染防止のため遠征中に部外者との会食禁止という球団のルールを破り、不倫相手と密会、自身がコロナに感染した時に部外者との会食をしていないと虚偽の報告をしていたことが発覚しました。これを受けてロッテ球団は1月15日に無期限謹慎処分とすることを発表しています。この1の流れについてはこちらの動画で詳しく解説しています。というわけで今回は10年代以降に無期限謹慎となった選手を紹介させてもらいました。実績を残していない選手は佐藤以外不祥事を起こした年に全員解雇になっています。清田も復帰がいつになるか分かりませんが、もしかしたらシーズンオフに解雇なんてこともあり得るのかなと思います。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。